眼科専門医の平松です。今日は白内障手術の名医ってどういう人っていう話をしようと思いますね。これ難しいんですけれども、インターネットとか、そうですね、雑誌新聞本とかそういうので名医って言われる人もいますし、そうじゃない人もいて、もちろん名医って言われている人は、ある一定数手術をしているので、すごく素人とか研修医レベルとかそういうことは絶対ないです。それはいい点ですね。じゃあ一方で名医と言われている人とそうでない人ですごい差があるかっていうと、ある一定以上いくとすんごい普通の手術では差があんまり出ないことが多いです。どういうことかっていうとですね、白内障手術ってですね、一般的には普通の流れでいくことが多いわけですね。一方で例えば特殊な患者さん、目が弱いとか瞳の開きが悪いとか他の病気を患っているとかって場合は、やっぱりすごく慣れたところとか大きい治療ができるところじゃないと難しいって面はあります。じゃあ目って言われてる人だったら何でもいいかっていうと、やっぱり人としてちゃんと話を聞いてくれる。手術ってね、やって終わりじゃないんですね。やってその後もちゃんと見てくれたりとか、フォローしてくれる必要はありますね。だから人として大丈夫かっていうのがポイントになります。で、実際私もそういうふうに言うのもなんですけど、メイみたいに紹介してもらえることもありますし、患者さんから患者さんに紹介してもらったり、医者が来て私は手術するってこともありますし、そういうことあります。じゃあだから極めて優れているかっていうと、結果は普通の人に関して言うと、別にそういう人が手術しようと普通の人が手術しようと、あまり変わらないってことですね。ミス率が低いとかそういうことが多少ありますけども、本当に多少ですね。もともとのミス率が高いものではないってことです。だからすごく遠くまで実際私の手術を受けようと飛行機新幹線で来るって方もいますけれども、正直普通の目であればっていう前提ですけれども、あんまりこうわざわざ遠くに来ていただかなくても、多くのことは済むことが多いんじゃないかなと思います。もちろんその周りの先生が一定以上の実力であればっていう、そこは前提としてありますね。本当にやりたてであるとか、そういう人もやっぱ一定数いるんですね。開業して手術をしてるからといって実力があるわけではやっぱ残念ながらなくて、ある一定以上であれば名医と言われるものもそうでないものもあんまり変わらないっていうことをちょっと思っていただければと思います。で、あともう一件の注意点としては、白内障の手術だから白内障の名医であればそれだけでいいかっていうと、そうとも限らないと。もしあなたが緑内障があるとか他の病気がある場合は、それも複合的に見てもらわなければいけないってことが重要ですね。ですから人となりっていうのは結構重要で、あなたの目を見てくれて、話聞いてくれて、で手術を決めてくれて、話してて、雰囲気とかあるじゃないですか。で、その医者の方針っていうのもあるんですね。私の場合はこうやって患者さんにある程度知ってもらって治療するっていう基本的な方針です。私の場合は一人でやってるわけではなくて、多くの医者も見てくれているので、一人よがりにならないっていうこともメリットですね。私がやっていて、もし何か変なことをしてたら同じ病院でいろんな人が注意するでしょうし、そこもいい点でありますね。一人でやるっていう、これも一人でやれるから、それはメリットです。で、かつどんどん進めやすい、これもメリットですね。すごくこう上から来るってタイプの人もやっぱいます。で、そういう人の方がなんていうかな、安心するって患者さんもやっぱいるんですよ。いいから黙って俺の言うこと聞いて任せておけっていうのも一つの考え方ですね。そういう先生がいいっていうんであれば、それはそれで私は構わないかなと思います。なのでそれは患者さんの考え方で、メインにもいろんなタイプいるんですよ。いいから俺の手術だけ受けてればいいっていうタイプの人もいますし、いろいろ聞いてやるっていうタイプの先生もいますので、ちょっとそのただの技術だけじゃなくて、すごくこう性格的な要素は大きいっていうのはちょっと頭に入れてもらって、ただただ技術が良ければいいわけじゃないってことですね。あなたに合ったメインっていうのを探していただければと思います。今日は白内障手術の名医についてお話ししました。